はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。岡村様、シャドーガーデン様、睡魔様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に、恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。7月15日土曜日、新橋でタウンミーティング開催、来てね。会場はですね、新橋駅と内光町駅のちょうど真ん中ぐらいの会場を予約しました。8月15日午後、メール党員様と靖国神社正殿参拝、来てね。こちらの方は受付なしです。事前受付、ポッと来てもらってですね、1000円だっけかな、正殿参拝、靖国神社に納めるお金、1000円だか、人数多いと500円だったり、まあ、ちょっとわかんないんですけれども、8月15日夕方、メール党員様と懇親会、どちらも後日ご案内いたします。ハエトリグモの文雄なんですけれども、丸1日2日ぐらい見てませんな、無事かなーってちょっと心配しております。どこ行っちゃったのかな。年取ると足も縮むんでしょうか。1年前にですね、買っておいた運動靴、まあ黒いですね、買い物行くような感じの軽いやつって言って買って、履かないで忘れてて、昨日あたりから履き出したんですけれども、なんかブカブカ買った時は合ってるような気がしたんですけどね。年取ると足縮むんでしょうか。私25.5 センチだって思い込んでたんですけれども、もう25センチとか 24.5 センチに縮んじゃったかもしんないな。高齢者の方、特に田舎の方、ズックって言いません？運動ズックとかさ、ズック持ってこいとか、言いませんか？あと長靴のことね、深靴って呼んでるおじいちゃん知ってますけれども、あとはゴム長長靴の音ね、これは。傘はコウモリですね。コウモリ持ってけ。使われなくなった言葉が多数ありますけれども、ノートなんかだと、高齢者だと帳面って言いますね。帳面、なかなか今使わなくなっちゃった言葉であります。フランスで災害でも何でもないのに暴動と略奪発生、車両停止命令を強行突破しようとした17歳アルジェリア人少年を警察が射殺、死刑がない自称先進国ならではと、車って突っ込んできたらなんかテロとかありますから、やっぱ撃っちゃうわな。撃って射殺してから、17歳の少年だ、アルジェリア人だ、パリを中心に暴動と略奪発生、今日で6日目だそうであります。これロサンゼルス暴動っていうのをその昔ありまして、あとBLM ですか、それもなんか警察が容疑者なんか害しちゃって発生した、同じような構図ですね。今日でも6日目、目につく警察に死をのスローガン、壁にスプレーで落書きしてたんだって、路上にチェンソーマン出現、暴れているのはアフリカ系移民の若年層が主だが白人も多数参加、パリ中心のルイ・ヴィトン本店のガラスがぶち破られ商品根こそぎ、ヴィトン以外にも多数の商店が襲われ略奪品を SNS で自慢するバカが発生したのはアメリカの BLM の時と同じですね。ロス暴動、30年ぐらい前の頃か、その頃は SNS なかったらね、パリ郊外ナンテール町公民館が放火で全焼、ライレローズ町町長宅にトラックが突っ込み放火、妻子が怪我、警察署にロケットランチャーが撃ち込まれる、なぜかウクライナに送った武器みたいであります。ロシア製とかそういうやつなんすかね。警察署にロケットランチャーなんていうとバイオハザード2を思い出しますけれども、
逮捕者は1日平均約1000人、累計5000人以上、放火は累計約2500件だが絶賛増加中。ダルマナン内務大臣、ダルマナン内務大臣、名前からして原住民じゃなさそうですね。この人もあの移民系かもしれないな。逮捕者の平均年齢は17歳、12歳の放火犯もいた。若年っていうか、まあ若者っていうか子供が暴れてんのかね。警察官組合、ああこれ内戦だわ。社会の害虫は駆除しないと、声明発表。警官もだいぶやられてるみたいです。暴力振るわれてだいぶ怪我したり亡くなったりしてるらしい。国連人権委員会、フランスは人種差別に真剣に取り組まないとね。現場の警官が激高しそうなのんきなコメント発表。格論に総論返すバカ野郎、そのものですね。そんな今はんなスローガンなんかどうでもいいんだ。どうどうしたら事態が収まるか、そういう意見出せって話なんですけれども、なんかどうでもいいスローガン、お客様のことは大事にしないとねーみたいな、そんなの当たり前だっぺっていうことを声明わざわざ発表して、現場の警官聞いたらこれ怒り狂うな。隣のベルギースイスでも、強盗団発生、なんで、暴動を指揮している存在が疑われるっていうか、ベルギースイスもフランス語圏でですね、まあそれが伝播したんじゃないかなんて言われてますけれども、一般反応です。祭りだな、革命じゃ。結局略奪目的になってるのか。外国人が暴れてるんだから革命じゃなくて侵略。さすが人権先進国、いい人ごっこで自己陶酔した代償がこれ。反動で極右化する流れ、なんでロケラン持ってんだよ。後ろにどんな組織がついてんだ。ロシアが裏にいるんだろうな。アメリカも BLM とアンチファでやられてたな。自由にさせすぎるリスク、雇ってくれる側に放火してどうすんだよってですね、まあ、仕事もない、貧乏でみたいな、そういうことを叫びながら、所得差別がとか言いながらやってるみたいなんですけども、雇ってくれるそのもの破壊してどうすんだよって話ですね。安心安全じゃない、場所でなんか皆さん金も使わねえし金回んないよね。景気も良くならないよね。低賃金労働者目当てで節操なく入れるから、そもそも強制できんから別な国に住んでたわけで、まあ国境の意味ということでしょうか。国境の意味、なんで国境があんですか。そりゃね、一緒に住めないからですよね。警察が逮捕したら差別って騒ぐそうだ。日本でも同じこと起こそうとしてる連中いるよね。失敗してるけど、同じこと起こそうとしてる連中、アメリカ政府がテロ組織認定したアンチファのデモに参加する石川大我参議院議員、こいつ元福島瑞穂の秘書やってたやつですし、まあ工作員でしょうね。豊島区議会議員も一期務めたみたいですけども、フランスは今多文化共生って綺麗事の代償を支払ってんだね。しゃあないね、これね。今から取り返しがつくのか。つまり何、多文化共生やーめたってなるのか。不可逆的に元住民、現住民、つまり生粋のフランス人、元からいた人、が中身が別物になるのか、民族が入れ替わってしまうのか、まあ、注視を加速していかないといけないな。なんか取り返しがつかないような気もしますけどような気もしますけどね。自分の国良くしようとする努力を放棄しですね、あっちの方がいい、こっちの方がいいって移り住んだ連中でして、まあ国のお手本になるような人格者も能力者もいるわけがなく、一生懸命って言葉、一箇所に命をかける、そんな人いるわけもなく、トランプ大統領、他国がいい人材送ってくるわけねえだろうが、
いうのは言いましたけれども、全くの通りですよね。この大騒ぎに、お花畑綺麗事大好き上級国民代表、マクロン大統領、暴動は暴力ゲームやりすぎたせいって言っちゃってですね、非難合合、一般犯、お前のせいだろ、なんかそろそろあるんですか。その理屈なら、日本で暴動が起きないのはおかしい。まあ、日本人が一番、まあ、日本の企業が一番ゲーム出してですね、日本人が一番ゲームやってんだねえのかなーって思われますからね。任天堂激怒案件、ここに来てゲームの20年ぐらい遅れてるぞ。これ20年ぐらい前、あのテレビがですね、ゲームばっかやっててテレビ見てくんないなっていうことで、ゲームを目の敵にしまして、ゲームのっていうのを流行らせたんですけど、そんなものはないって科学的に今は否定されております。ゲームない頃から暴動と革命はお前らのお家芸だろうが、そういうとこだぞマクロン。鳩山と似た匂いがする。さすがあの世界に先駆けて革命して王様の首、飛ばしたパヨの本場だなという感じであります。首を飛ばしたものは首を飛ばされるっつって、まあロベスピエールでしたっけ、もう首飛ばされる羽目になったんじゃなかったっけな、ちょっとうろ覚えですけども、俺は正しい、他責が徹底しているな、褒めてないパヨ、他責、ゲームが悪い。どう考えてもあの無節操な受け入れが原因でしょうが、つまりあんたのせいと。ちょびひげ、すべて外国にせいにするのが正しい。まあ意図的にやってるのと違って、素で、ゲームのせいにしてんのか、それともね、失政を認めなくて言ってんのか、わかりませんけれども、マクロンの心情はね、2026年4月までが任期だそうで、次なさそうだな。これこうなっちゃったら、次は右に触れると思いますよ。右に触れる。反動で。これらのフランス内戦の様子は日本のメディアは報道してないそうです。耳にしました。あんまり報道してない。ちょっとだけ。本当かな？私テレビないんでわからないんですけれども、新聞もないんでわからないんですけれども、テレビが報道しないとしたら、このフランスの内戦をね、外国人住民が 9% に達するとこうなるってバレるからでしょうね。まあ9% はフランス全土の割合の話であって、パリ周辺なんかっつうともっともっとね、まあ、2割ぐらいいくかもしんねえなって話なんですけども、そういえば豊島区も 9%、10% ぐらい、コロナが流行った時にぐっと減りました。帰国したかなんだか知りませんけれども、まあ豊島区 9%、10% なんですけども、暴動が起きないっていうのは、まあ周りが違うからでしょうね。入管法はもっと厳しくすべき、外国人の指紋を登録すべきとかなったら、テレビの同胞あるいは本人が困るから、だからフランスの内戦は報道しない。外国人住民が 9% になるとこういうことなんですよ。もっと厳しく当たりましょうよ。入管法一発で難民申請アウトにしましょうよとかになったら、困っから報道しない、メディア談合ってやつですね。現在の在日外国人率は307万人です。1億2400万人いますんで、2.47% ですね。9% 超えたフランスで、これでもう、もしかしたら不可逆的に増え続けるかもしれない。日本も率に注視を加速しないといけないな。注視を加速って、一体どういう状態なんだ全然わかんないですけれども、内閣支持率が先月の 46.7% から 40.7% に下落、 LGBT 法、ホワイト国復帰、スワップ再開で支持率下落が止まらない、ハエトリグモでない方の文を全国暗夜します。視察や対話集会で全国回るって、言ってました。関係者、政権の重要政策に対する国民の素直な率直な意見を聞く対話を想定している。まあどうせね、根回しが済んでる安全な、好意的な集会にしか行かないんだろうでしょうけどね。一般判断です。増税全国ツアー、観光旅行がしたいだけでは聞いたところで増税しかしないくせに、聞くだけ聞いて
実現しない。自分に都合いい国民の声を聞く。岸田が聞くのはアメリカと財務省の言うことだけ。スワップは聞く前にやったじゃん。増税決めてるから何聞くねん。話を聞いた。増税だ。政権寄りの一般人の会合に顔出して歓迎されるとこ取ってですね、やってる感出したいんでしょうけれども、菅直人もそういえば行き詰まっとですね、お遍路さんに手を挙げてましたね。これと似たあの精神安定行動なのかな。ギーアンヤってこれ地名とかと同様に知らないとこれ読めなくないですか。知ってるからあのアンヤって読めるわけで、ギ行脚とか読んじゃうよね普通は。LGBT もホワイトもスワップもネットの声は全無視したくせにね、一部のネトウヨが騒いでるだけ映画のがいて無視したくせにね、聞く力なんか初めから言わなきゃいいのに、私あのいい人じゃありませんって言っときゃいいのに、人の話も聞きませんってね。森山あゆう森山ひろし森山豊かなんて読むのか分かりません。自民党選挙対策委員長、大阪で自民が勝てなくなってる、講演会で漏らしてしまったそうであります。勝てない候補は気の毒だけど取っ替えるしかねえなとも言ったみたいですね。一般判大阪自民は共産党と組むとかあたおかだし、あたおかってのはあの頭がおかしいって、多分大阪だけじゃなく全国に広がるよ。大阪自民は利権ズブズブです、やりすぎ。そりゃ共産党と組んでたら勝てないやろ。庶民を苦しめてきたから当然。大阪自民は共産党と組むゴミだから全特会した方がいい。大阪自民は多数派として何十年も無駄な施設作って無駄な事業して借金増やし続けて財政破綻仕掛けたから府民に嫌われている。維新がいいとは言いませんけれども、大阪自民が飛び抜けて悪辣だったみたいなんですよね。大阪市内にですね、立派な大阪府体育館や大阪府劇場があんのに、大阪市体育館も大阪市劇場も作っちゃうとか、市営バス運転手の高級なんかあの年に1000万、そんじゃあの豊島区の議員より高いじゃないかって話なんですけど、ゴミ清掃員の高級などなど、そこに橋毛が知事で乗り込んでてバッサバッサ切り落として財政再建したんですよ。美味しい思いができなくなる予感でですね、職員に冷たく迎えられたのはまあ利権クラッシャーだったから、利権クラッシャー、何十年もやってた利権をクラッシュしたから、もちろん橋毛も維新も信用なりませんけれども、あとはあの大阪都構想っていうの、私気に入らないですけど大反対なんですけどね、え帝が追わすところが都であっていねえじゃねえかって話。大阪の多くの人が自民はダメって思った結果が、まあ大阪で勝てないっていう状況ですね。なんだか全くの自業自得じゃないですか。大阪自民、東京自民もひどいけどさ、ノブテルがいなくなってちょっとマシになったみたいですけどね。挽回するには、あの、全特会、候補者、もう、今いる議員も引退させて、全特会するぐらいしかない、あるいは、3、40年経って、世代交代待つしかないんじゃないんですか。この動き、全国に広まると思いますよ。自民が負けて、維新が勝つ。維新に懐疑的な私ですらですね、LGBT ホワイト、スワップ、強行した、ハエトリグも出ない方の踏み絵より、マシかもっていう感想を持っちゃいますもんね。公明立憲共産半減予想で面白そうな次期衆院選ですね。この支持率だと再来年の任期いっぱいまで選挙なさそうだな。支持率上がんないと解散に打って出れないわな。とすると再来年の10月まで任期いっぱいだとすると2年3ヶ月ぐらいやれますね。まあ半分過ぎてないのに解散もねえのかなって思いますけれども。というわけで、フランスの内戦を全然報道しないメディア談合、民主主義の敵、我が国一番のガンって思います私は。タウンミーティングっていうか、なんかあの戦略会議
作戦会議、新橋でやります。来てねー。デトックスジャパン。